無理無理無理。何が無理無理。はい、皆さん。こんにちは。ゆかチャンネルすんちゃんと。ゆかチャンネルのゆかです。今日は、こちらが一緒に住んで結婚して、全部でもう6年ぐらいですね。うん、そうです。うん。まあ皆さん結構質問で、本定義とかさ、そういう長く一緒にいたら、どういう変化があったか。6年前と今と、どういう気持ちになったか。ゆかは私に、私はゆかに。まあ、こういう話するときは、それなんか泳ぐ時のやつじゃないの？見たことあるすんちゃんのそれ。これやったらあのすごい山ちゃんに見てませんか？山ちゃん大好きです。本当だ、山ちゃんだ。山ちゃん、テラハの山ちゃん好き。はい、じゃあゆっかは私と会って6年前の気持ちは何ですか？はい、どういうこと？よかったよ。すごい魅力あるなって思ったよ。それだけ？今は、はい、だから可愛くなった。可愛くなった、うん、前は魅力あったけど今は可愛くなった。前はどういう魅力でしたか？なんかしっかりしてて、あ、なんかビジョンがある感じ。前はゆかはすごい可愛くてさ、うん、もう何その格好でやだ。すごい可愛くて綺麗で、うん、でも結婚は考えてなかった時だったからね、うんうん、でも今6年だってもうこんなに幸せはない。もう大好き。その可愛い部分ちょっと何どうなったの？なんか前はすごい可愛くて今は大好きみたいな。いや本当にね、前はちょっと彼女って感じだったけど、うんうん、女の子でも今は本当に家族と本当にこの人のために頑張れる、うん、まあ、赤ちゃんもいるからね、うん、あの歯の赤いやなんでっていう頑張れ。おお、なくなった。すごい好き、うん、になってこの気持ちはなんて伝わるか分かりませんね。え、ママかわいい？かわいい、もうかわいい。前はちょっとスピンあんまり好きじゃなかったけど最悪。今はスピンも好きになった。それぐらい愛がもっと深くなった。いいね。いいんじゃない？ありがとう。はい、次ね、うん、たまに6年前は毎日会いたいじゃん、うんうん、今はどう？もし離れた時。ゆか今も毎日会いたい。なんか目見えないから分かんない。見えないの？いやたまに、ね、目二つに見えんで今。そういうことね。そうそう。見せて。なんで会いたいの？前は本当に愛の気持ち、恋っていうかなんか恋じゃなくて。その恋なの今は？前はだからなんかドキドキみたいな、うん、毎日会いたいなだったら今は婚期が続けオプスメアンイサンなかったらなんか変な感じする。あでいきなり離れたらなんかお母さんがいない動物の子供みたいになる。俺は前は私はあんまり彼女できてもそんな合わないタイプだったし、今は1日ぐらいはいいんだけど、長くてもまあ5日間、うんうん、まあいいんだけど、それこうやったらめっちゃうわぁ、ゆかの漫才が欲しいとかゆかのツッコミが欲しいとかさ、ゆかのあの朝起きてふわふわ感、ゆかがすごい私のこと殴ってくれるその何かあの時あの時が欲しかったの。あとなんか面白いのを見つけた時にめっちゃ言いたいじゃん、その場で。それがいないとなんかうんってなる。なるほど、うん、次は連絡の頻度がなくなるじゃない。6年前は逆にそんなしてたっけって感じだね。連絡してなかったね。なんか6年前もさ結局毎日会ってたじゃん。だから連絡6年前の家族とかある？え、ない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 。あるの？え、見たい逆に。今は必要な連絡って感じ、まあ、なんかメモちゃんみたいな。そう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 、なんかね自分の話すんの、なんか明日こぐま日光とかなんか買い物リストとか送ったりとか、あとなんか YouTube のアイデア浮かんだらなんかパーって送られてきたりとか。もう隣の部屋にいんのになんか家族来て玉ねぎの匂い、そう、あのドアを開けてくれをの意味を、うん、なんか玉ねぎの匂いするあ、イコール私がドアを開けてくれって感じの家族がいっぱい来ます。そういうの多いの最近。
なんか暑くないとかだから部屋暑くないって言ったら、うん、ドア開けてって書くことやん。違うよ。何当てれ無理無理無理。何が無理無理何が無理無理無理まあこの愛の気持ちは変わりませんね、うちらは。本的とか会いたくないとか見たくもないとか、うん、こうやってあんのそうやって。いや、イライラすることあるけど、見たくないっていうのはないかも。でもたまに朝起きてなんかすごい俺の顔見て すごいイライラするときはある。なんでイライラする理由は。寝てるときにスーちゃん寝てるときイライラするどうすんねん。寝てるのめっちゃイライラする。それはだからなんか頑張って授乳とかして、はい、3タイムとかやって、はい、でも朝すやすや寝てるとこいつってこいつすやすや寝てるこいつってなる時ある。会いたくないとこなんかも。今もうちらはすごいいい関係、うん、いいチームですね。ありがとうございます。奥様そうです。こんな感じのこちらの2人の話をちょっとしてみましたね。そうだね、まあ、これからも変わらず。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタフォローと TikTok のフォローとチャンネル登録もお願いします。次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。気をつけてくださいみんな。そうだね。